ロサリオはアルゼンチン、サンタフェ州最大の都市で、アルゼンチン全体でもブエノスアイレス、コルドバに次いで3番目に人口の多い都市である。この都市はブエノスアイレスの3 5 0トル北西のパラナ川右ウガンに位置している。2001年現在、の人口は約91万人。ロサリオのパラナガワロサリオは、ロサリオ地区の代表都市であり、アルゼンチンの 工業回廊の一角を成している。その郊外や近隣都市を含めた人口112万1441人の都市圏、グレーター・ロサリオはこの国3番目の大都市圏である。この都市は主要な鉄道の発着駅があり、アルゼンチン北東部の運輸の中心地となっている。海洋船舶もパラナ川を経由してこの町に到達できる。ここには32フィートの深さの港があり、 まもなく34フィートの深さまで春節される予定である。パラナ川をまたいで対岸の都市ビクトリアとを結ぶ橋が2003年に開通した。ロサリオでは基本的にリオプラテンセスペイン語と同様の言葉が話されている。また、ロサリオ独自の方言が数点ある。例えばポルンでビールという意味である。小ロで泥棒という意味である。ありがとうございます。